しのみ。今日は第2回差しのみです。なんと今日はこの人に来てもらってます。どうぞ。どうも、すいません。どうもお願いします、はい、今日呼んでいただきましてありがとうございます。はい、工藤登録です。お久しぶりです。お久しぶりです。どうもよろしくお願いします。まずは利用者から。そうですね、はい、お疲れ様です。差し入れ飲むのは6、7年ぶりとか、5、6年ぶりとか、うん、東京行く前に結構行ってましたもんね。そうですよね。ちょいちょいね、本当に行ってましたね。いやー、懐かしいっていうか吹けないですね。そうですか。いや、吹けない、吹けないですよ。いや、本当に浜地、新橋とか、銀座とかしょっちゅう出てるの。いや、全然そう聞いてないです。顔というよりは、そうですね、はい、実は広島の市はないんですよ。もともとは大阪ですね。まあ、でも広島15年です、2006年に来てもう15年経ちました。広島弁にはならないですか。いや、もうなりますよ、やっぱり広島弁っていうか、うん、なんか大阪弁はどんどん抜けていくと言いますね。その何がきっかけで、あれなんですか、広島弁。まあ、そのラジオの仕事頭やられるんだ。別にたまたまそれが広島だったんですよね。今はあれですよね、サンフレッチェのスタジアム DJ。 そうですね、11年からさせてもらってて、あのゴールって言ってる人です。ゴール本物あんま大きい声出せないです聞いてたら、あ、この人の声聞いたことあるみたいな、なるんですか。あ、これぞっていう方ですか。これ見てらっしゃる方、どんな方が。やっぱ広島の方ですか。じゃないんですか。結構きついですか。まあ、でも店舗数が今全国でしょ。もちろん全国何店舗になってるんですか。13です。一番だから東で、東京一番、そうそうそう、うん、から横浜。大学生の時初めて1年経験したのに名古屋。東、そう、近畿ないんですね。なんでなんですか。食ってる最初はちょっとなんかいい感じに、まあ、その食文化だなって。食文化もあるじゃないですか、はい、すごいしんどいなっていうか、お好み焼きに対して。いや、でもね、にわかにその関西も広島風のお好み焼き屋さんなんか増えてきてるような気がしますけどね。関西、大阪で行くわけ。いやいや、興味あるんですか。うん、結構ね、あのサッカー選手とか関西からその広島に移籍して来られたりするんですけど、やっぱ大阪のお好み焼きも知ってるし、で広島でお好み焼き食べて、まあ、そのあんまり聞くのもどうかと思うんですけど、どっちが美味しいですかって聞いたら、いや、広島パリッとした感じいいっすねっていうことね、うん、こと言われる方も多い。まあ、なんかまたね、全く違うもんの、ね、気がするんですけど。じゃあ完全に広島人ですね。広島人ですね。広島大好き。いわゆるあれなんでしょう、フリーみたいな感じ。フリーですね、うん、前回のゲストヒッピーさんだって、ですよね。いや、もう結構衝撃で。まあ、でも彼は多彩なのでね、まあ、テレビも出てらっしゃるし、ね、いろいろできるんで。ラジオでヒッピーさんをゲストにお迎えしたこと何度かあるんですよね。いいお付き合いさせてもらってるんですけど、ああいう話って聞いたことなかったですすごいですね。でもなんかいろんな交流が実はあるっていう、転校生からの現状。たまたまなんですけど、別になんかこうすごい人たちと知り合って仲良くなってってわけでもないと思う。うん、偶然巡り合う方が。基本的にどうなんですか、その声だけの仕事と顔が出つつ喋る仕事って、ああそうですね、僕は絶対的に声だけの方がいいですね。 DJ になりたくてこの世界に入ったんですけど、ラジオ DJ 始めたら2003年とかそんなぐらいなんですけど、そういう時であんまりこうインターネットとか全然そんなにこう張り込ってなくて、なんかそうか、なんかブログとかね、SNS なんてあんまなかったし、だから喋ってる人の顔写真も露出されるっていうことがなかったんですよ。絶対そうだったよ、昔のラジオって。どんな人が喋ってんやろみたいな。確かに、確かに。その想像力が僕はすごい楽しかったし、でも今ってもホームページっていうふうなものがあって、こんな人が喋ってますみたいな顔がすぐ分かるじゃないですか。情報はすごいですよね。そうですよね。でも結構出てると顔さすんですよ、歩いてて。まあ、とはいえやっぱそうイベントごととかもやっぱ多いので、まあ、たまにそうね、まあ、サンフレッチェのスタジアムとかでも声かけていただいたりとかあったりとか、あの、はい、サンフレッチェの
こうスタジアムでこう、うん、社内言うじゃないですか、はい、社内も社外もそう、あえてこう見ながらリアルタイムでその状況で喋る、それともなんとなくあるんですか。いや、まあ、僕は実況じゃないので都度喋るってことはないんですけど、まあ、ゴール決めた時はゴールって言って、で誰が決まったか誰が決めたかっていうのは公式ヒロクさんという方が挙げてくださるんですよ、うん、でそれを聞いて言いますね。なんか失敗談とかないんですか。いや、ありますよなんか選手間違えとか、ありますよ、入ってなかったのとか。ああ、めっちゃありますよ。あるんです多分そういうの聞きたいですよね。いや、めっちゃありますよめっちゃありますよ、うん、全国のスタジアム DJ さんとかみんな同じ心情だと思うんですけど、もうとにかく早く伝えたいっていう、早く事実を伝えたいっていう気持ちが先行しすぎて、ラインズマンさんの動きを見て、あ、これはゴールじゃなかったのか、そういうのも判断するんですけど、ラインズマンさんが一瞬ゴール決まったぐらいにこう動き出したけど、ちょっとこう、なんだろう、ゲーム止まってて、でまたラインさんが行って振り返ってあげるとか、ああいうのでもう言っちゃってますよね。確かに。で見とる人からしたら、もうそのイオルスと間違えたり、またやっとる、登録がまた間違えとるなってることね。年2年3ぐらいで。あるんですか。発生す、いや、ちょっとね、ちょっとやっぱスポーツってね、まあ、そうだ、まあまあ、そうですね、生ものですよね。そう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 。今僕 YouTube 探したんですけど、うん、それは助けられる。僕のページはなんかめっちゃいろんな、その人の中で出てるの、出てるの、どれだったんだろうと。あ、せっかくなんでね、こう、そうなんです、そうなんですよ。リンク、うん、概要欄にしっかりこうね。そうなんですよ。宣伝してようやくチャンネル登録者数が191名になりました接戦ですね。接戦、今何名160名。こちら楽しげ広島というチャンネルなんです。これもあれなんですよ、広島の魅力を、まあ、世界になんかブラリータみたいな。そうですね、英語のテレポなんかつけて、もう世界の方に広島のことを伝えたいなっていう、なんか広島の方に向けてではなくて、世界の方に向けた広島のコアな話だから、伊豆島神社とか宮島とかってそんなもんすごい出てるじゃないですか。そう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 、尾道とかね、いろんなの出てるんですけど、もっとこう地元の人間が足しげく通うお店に英語のテロップをやろうかっていう、広島の良さをこう発信するのがいいですね。そうですよね、そういうのを出してるチャンネル、ね、チャンネルが楽しげっていうぜひ概要欄に、はい、お願いいたします。ひろさんもずっと広島なんですか、これから。いや、どう、まあ、こういう仕事なんですね。僕はずっとここにいたらなと思ってるけど、まあ、何が終わって何が始まるかわからない。そうですよね、うん、今のレギュラーもしなくなるかもしれない。そういうことですよね。じゃあ別のところでまた生まれるかもしれないし、ね、そもそもどのシーンでその声のお仕事するようになるんですか。いや、これは別に声で飯食っていくっていうふうなことは一切考えたことなかったんですよ。ただラジオのパーソナリティになりたいなって、いうのはあったんですよ。いわゆる子供の時からこう、いや、子供の時からなんか、いや、僕も野球やってたんですけど、一番声を出すやつやった。野球は下手やけど、声を出すやつやった。声を出さないといけないじゃん、野球って、まあ、スポーツって。だから、いつも声を出すかかる、声が、その、ね、いわゆる仕事じゃないですか。めっちゃ喉やられて、全然声出るとか、ありますよ。どうするんですか。どうすることもできないですけど、生放送で日々銀行家に行きますね。声出るんですか。いや、そして、うん、そこで送ってもらったりとかしたらちょっとマシになりますけど、あ、でも一回ありますわ。2013年にサンフレッチェ広島が連覇をした時に、ちょうどその、旧市民球場跡地で大型ビジョンを設置してパブリックビューイングを、はい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 、ご存知。いや、
ご存知っていうか、ええ、僕その日に覚えてますよ、僕工藤さんに飲みに行きませんって言ったんですよ、あ、そうそう、たまたまその入所の時もそうそう、その日にお食事行きませんか、ええ、行きませんみたいなこと言ったら、うん、いや今日それ言われたんですよ、うん、パブリックビューイングがあるってダメだって言われて、断る理由と思ってすげえわ、ちょっと予定が入っててとかのことですけど、ちょっとパブリックビューイングがあってみたいな、それも仕事やったんですよ、そうですよね、いやなんかそうすげえなと思って、なんかそんなタイミングでお誘いしてすいませんでした、いやいやいや、とんでもない、そう、そこでね、あのもう空気が楽しそうで12月の最終戦やったんですけど、優勝したんですよ、でそこでもう3ゴールも決まったし、もうゴールゴールゴールってもう叫びまくってたら、もう夜の12月の乾いた空気が、もう喉を酷使したら、もう喉がもうバカになっちゃって、でその翌日あの CM の収録が入ったんですよ、朝からしゃあもう、はいはいはい、でその朝まあ10時ぐらいだったと思うんですけど、行ったらもう声が出ないと、でどうやっても出ないってなって、もうまあ騙しまして収録終わったんですけど、もうなんかその制作のうちの方、もうまあしょうがないですよねとか言いながら、もうおいおいみたいな、まあ、でもある意味その日に優勝してしまったサンフレッチも悪くない、いや悪くない悪くない、改めてではいろいろあったんですけども、改めていやありがたいですね、こうやって遊んでくれて、とんでもないです、嬉しかったですよ、工藤さんの中での一番の試合とか、うん、一番のこのシーンなんすかね、難しいっすね、その質問じゃ難しい、分かった、1個思い出したのが、うん、試合うんぬんではなくて、うん、あの3度目の優勝、うんうんうん、2015年、あの2015年特殊なシーズンで、まあ、サンフレッチェになって、まあ、何シーズンも続いたんですけど、チャンピオンシップっていうのがあったんですよね、そうそうそう、ファーストステージ、セカンドステージ戦って、でチャンピオンシップ戦って、で優勝を決めるっていう特殊なシーズンで、まあ、2015年、その特殊なシーズンのうちの1シーズンで。で、サンフレッチェ広島が3度目優勝を果たしたんですけど、その時にその優勝した時にもう優勝したサンフレッチェからすごいパワーをもらったと、パワーをもらって隣にいた彼女にあの告白して結婚したんですっていう方からメッセージをいただいて、で、あの登録さん、僕たちの結婚式の司会をしていただけないですかっていう、面識ないんでしょ、面識ないんですよ、で、まあ現場に行かせてもらって結婚式の司会をさせていただいたっていうのは、なんかすごい僕美容料理好きというか、よく来ててよかったなって思いましたね、選手からこんな感じで言ってくれみたいなのないんですか、選手からこんな感じで言ってくれっていうのはあんまないですよ、そのやり取りはないんですか、いろんな選手を見るじゃないですか、はい、見る上でそのフロント目線というか、はい、この選手欲しいなとか、あ、それはあるんですよ、それは絶対あるでしょう、それは絶対あるじゃないですか、サンフレッチェに合うんじゃないかって、スポーツのどういう目線で見るでしょう、はい、見ないですか、いやいや、なんかそのファン目線では見ますね、やっぱその地元愛もあるし、そうやっぱりね、そのスポーツニュースとか見ても、広島っていう気が気になるんですよ、東京住んでても、
絶対そうでしょうね。これ多分あるあるかもしれないですけど、そうそう、うん、天気予報見ても、広島の天気になる。そうなんですよ。広島の仕事をしてるじゃないですか。文句は人、東京でも。じゃあ、あなたが余計なんでしょうけど。文句は大事じゃない、うん、やっぱあるんですよ、広島の。文句は日本人だし、大体分かるんですよ、その、どこの球団の、まあまあ恵まれてるから、その担当の人、こういう人って、山根さん、交流があったんですよ。一回、ね、2018年やったかな、日本中のスタジアム DJ みたいな集まろうってなったから、東京に、まあ来れるでしょうね、例えば私は東京行ってもすごい楽しかったですよ、僕は怒られる、めっちゃもうみんなめっちゃええ声やった、この人が声なんだ、大事で楽しい、広島のためになるんだったら見ることはやりたいなと思って、広島のためってどういうことなんですか、正直それがどうなのかなっていうのを、なんなら先輩に、いやいや先輩っていうか、そう広島のためっていう、その広島のためって例えば何をどうなってることが広島のためなんですかね、それが結構な最大のテーマだと思います、私は広島生まれ広島育ちで、30何歳まで広島住んでて、広島の食で飯食ってるんで、それをこう広島以外に出したからには、その広島っていうテーマを一生背負って広げていく責任があると思うんですよ、なんかこう広島っていうキーワードが日本に広がるような、こうことがあるんだったら、何でもできることやりたいなって、それは職に関わらず、関わらず、電光石火に関わらず、なんか分かんないですよ、そこまでできるか、俺らがそうだよ、結構、仕事が広がるんだったら、ね、人生1回しかない、ね、あと何年かしかないじゃないですか。いや、まだ若い39歳言うても、数えたら何十年かしかないんですよ、って思うと、その中でこう一番お世話になった、地元、広島県に、何かできるかなって、そうそうそう、何だろう、広島が盛り上がってるっていうのは、どういう状態のこと言うんですかね、いや、僕もそれ、すごい思うんですよ、そうですよね、結構最大のテーマって思うんですけど、やっぱり分かりやすいなって、広島の。結果を仕掛けるか、記録するかで、まあ、食で言うと、やっぱお好み焼きとか、そこで相手を取って、自分の意見を終わって、そういうのを、でもみんな広島では食べに行くわけですよね、広島旅行で。サムレちゃんが来てくるのに、結果的にはなくなく神谷じゃないですけど、お好み焼き食べるために、結果もしても時点でもしれないですけど、全然あると思うんですよ。それを、まあ、なんか鍵口だと叩いて、一番広げやすい。それで考えると、届けていく方が早いかなっていう、届く、その時ないエリアに広島で作ったりとか、はい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 、であえて、その東京で僕ら広島弁でやりますし、だから、ちゃんと広島の専門とかを伝えていくべく出てるし、出たからには、広島をちょっとね、少しでもアピールできる。ようにする義務があるとしたし、何をどうしたらもっと広島っていうキーワードが全国に広がるかなと思うんですけど、別に選んだわけじゃないじゃないですか、広島っていう町で、子供生まれたとこが広島で、広島で、縁があってね、やっぱり住んでた以上、なんかこう、いまだに出たからこそ思う広島愛が強いので、なんかこう、外から見る広島の良さとかもやっぱあるじゃないですか、でもそういう広島で育って、今、外におる僕が、いかに広げていくか、広島ってキーワードをって思うと、なんかできることがもう全然やりたいと思うし。でもすごい特殊な広島とのその関わり方ですよね、広島のこの名義を持って東京に行って、でも5年そこで商いされて、でそこで広島のことを常に感じているし、でも住んでるとこは東京だし、でそのふとその土地としての広島の、さっきの天気予報じゃないけど、
パッて電気をまず広島を見てしまうとなんかすごいなんか普通のなんだろう広島を出て転勤で東京に行かれる方とかとはちょっと感覚が違いますよね。そうっすね。焼いてるのは向き合ってるのは広島の方がいいけど、このテーマいいですね。いいですね。このテーマいいですね。いいですね。なんか理想の社長像とかってあったりします。社長像で言うと、僕がその下の立場かなと思った時は社長って絶対的な存在、何なら話するのもすごい距離あるみたいなのが逆にそれは僕かっこよかった。昔僕たちが子供の時の社長さんってそうですよね。そんなイメージですか。もう話し聞けちゃダメみたいな。なんかもうカツカツあるよね。ジャラジャラのイメージが。それくらい別格の位置におるっていう人が、かっこいいなと思って、逆に一番上の立場になってくると、いかに距離縮めてやるかなって思いますよね。スタッフが増えたりとか、店が増えたりすればするほど、ほっとっても距離離れていくんですよね。だからこそこう、ちょっとでも詰めてやるような環境を作ってやらんと、どん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 その方が知ってるだろうな、従業員の意見を代表しますし、そういうのは結構僕の中で社長ですよ。ブランクな関係ですよ。そうですね。かといってなんか遊びっぽくなればいいわけじゃないわけじゃないし、閉めるとか閉めるとかし、こんな仕事してみたいってありますね。こんな仕事でそのいわゆるその物理的に可能不可能とかリアル可能かを見つかして夢を大きく持っとったりします。こんな仕事してみたい。僕あの講演とかしたんです。講演、あ、そういう意味ね。学校とか、それは転校生かな、竹中として。そうです。ただ高校とか行って、その在校生とか、卒業生大学とか、ああいいですね。そんなじゃあオファー来るでしょ。お願いします。例えばじゃあ高校の講演します、でね、その質疑応答時間に入って、どうやったらそこまでいけるんですかって聞かれて、なんて答えますか。まあ、できんと思わんことかなと思うんですよ。できんと思わんことかな。誰だって可能性あると思うし、別に学もないし、就職もしたことない、フリーターから社長になったことない。なんかこうちゃんとストイックに目標に向き合ってやりたいことに追求していけば、夢って叶うんじゃないかと。例えばじゃあその第1店舗目16年前に、この駅前広場でねオープンさせた時にどういう目標設定させたんですか。その時目標っていうよりは、リアルなし成功するか成果って分からんじゃないですか。やってる時はもう若しくやって、借金があるかもしれんし、めっちゃ当たって金持ちになったかもしれんけど、でも、僕は早く始めたんで、どっちさ早かったみたいな。23ですね。人生1回しかないじゃないですか。で10年やってダメでもまだ33じゃないですか。なんぼでもやり直しちゃうんだろうなって思って、やれるかどうか悩んでる暇があってやれやって感じだったんですよ。ゆうさんの色もと。逆にじゃあスタートが遅い。30まで。ちょっと自分を見つけれなくて。30から挑戦しようと思うんですよってユースに巡り合ったら何とかです。そうやって逆にいろいろ悩んで、いろんな経験をした結果、ボーリングでも自分でやりたいくなってるわけですよ。だったら余計その自分の思いは捨てちゃダメなんですよ。変なし、その23で始めた時って、やってみて違えば他のこともできるんですよ。でもやっぱね、年重ねる、例えば重ねるほど選択権減ってくるじゃないですか、だん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 。って思うと、余計どうやっても自分が 100% やりたいものをやった方がいいと思うし、いい話ですね。至りないことはないですか。いや、だそうですね、最後に、ゴールって、今年もいっぱい叫びますんで、ぜひエディオンスの広島に来ていただいて、一緒に戦いましょう。ありがとうございました。今日のゲストは、工藤徹さんでした。ありがとうございました。